宮川朝市、朝市が有名みたいね。いくつかあるね。でも梅野さん、梅野さん、あ、今の人たちは香港系の顔でしたと。梅野さん、はい、改めて思ったんですけど、梅野さん、はい、高山ですらこれなんですよ。京都は地獄じゃないですか、うん、今。そうだね。いや本当になんかひどいらしいですけど、うん、オーバーツーリズムね。はい、京都はひどいやろ。これはひどいことになってると思いますよ。高山で朝からこんなに人が多いんだから。だってこれ見て鴨川みたいな感じだなと思い出したんですけど、うん、京都の鴨川って。これはやばいよ。京都は高山でこんなに人が多かったら、はい、いや、まあ8割じゃない。あんなニセコですか。はい、でニセコとかもっとひどくなってるらしいですよね、外国人に。ほらアジア系、日本っぽいけど大体外国人やね、はい、上門横丁ってあるよ、はい、うわすごい人が、奥が深いっすよこれ。本当やね、横丁やけんね。コクワ、中間地点って書いてある。向こうも食れるんですか。うん、ほら、ほら、ハンガすごいね。やばいってそれは。二重人格じゃないですか。これが人格上の人格ですか。じゃあ二重じゃん。本当の人格と嘘の人格があるってことは二重やろも。今の説明はおかしかったですよ。出現ですな。はい、祭りがあるよね。神山の町ってここも、あ、ここも、あ、違う、下山の町、あ、下だ。下だ。さっきのところは神だった。こっちが下だ。うん。下山。あ、そこの橋いい感じですよ。ほら、あれ、そこってなんか通りましたね昨日。うん。そうね。あの肉食ってすぐ出たときですよ、うん、ほら、おしゃれ橋。おしゃれ橋なんでもおしゃれじゃん。これは朝一でせっかくなんか朝だけ多分出してるんだと思いますけど、そっちの方では誰も買ってないですよ。もともとある既存の店しか買ってないです。ほら、外国人の人たちがいっぱい。いや、リスキーですぞ。はい、ひとたびまたなんかの伝染病が流行ったらバーッと人がいなくなって、うん、この手のやつは観光はね、はい、まあそれを考えても仕方ないよ。日本人のリピーターをつけることを考えるので、そうですね。お、いいですね。うわ、本当外国人ばっかり。宮川朝市っていうから、その朝しかないものを売ってんのかと思った。そうじゃないの。本当はこっちはそうなんでしょうね、川沿いに売ってるのは、うん、こっちの出店みたいなところ。宮川は違うんじゃないか。宮川は空いてるじゃない。はい、売れてるのは宮城屋の方じゃん。そうですね、だってこっちに旅、本当は地元の人はここで買ってるんでしょう。ああ。プリン、高山プリン、あ、元祖高山プリン、結構でも買ってる、うん、元祖高山プリン、ここで食うとですね。あ、これはいいかもしれないね。はい、そうですね。
味噌も大人気。味噌スープ、味噌スープで有名だった。味噌スープで味噌が有名になったかな。ああそうかもしれない。ほらここ大人気じゃん、中国人。ああお茶か。お茶は中国に本場やけんね。やっぱ食べ物が一番人気あるよ。お、臨時のお店を作ってる。駐車場に。お、意外と服が人気だ。モンペが人気よ。大人気じゃんモンペ。モンペの店。外国人の人に。朝一って10時ぐらい前とかな。わかります。ちょっと橋の方から見てみよう。朝一を向こうに鳥居もあるし。はい、だからさっきあのでかい鳥居は何ですか。はい、わかりませんって言いましたよ。鴨川じゃん。はい、どうで海の下。うわ、いやいや、ちょっとスピードは全然簡単。雲行きが怪しくなってきた。雲行きじゃなくて、あー時間ね。やばいです。そうね、やばいじゃんそれは。いや、自分は別にやばくても新幹線は何本でも来るから見れてる。飛行機は、飛行機は何本でも来ない。海野さんはメルカが楽しい。そんないいですぞ、自分はギリギリまで攻めますぞ。そしてまたそういう嫌がらせをする。陣屋は陣屋と逆方向にこんだけ歩いてきちゃったから、あの早く戻んないと。お任せします。